はい、柳沢です。よろしくお願いします。で、私の方からは、提言の内容をかいつまんで、ご報告したいと思いますが、ちょっと用意した、画面共有の画面を見ていただきながら、これに沿って、お話を聞いていただければと思っております。戦争を回避せよという提言になってます。実はこれは、なんとかせよっていうのは非常に一種品がないというか、非常にストレートな物言いになっているんですけれども、ここに込めた思いを申し上げれば、今の状況で非常にこう、なんて言うんでしょうか、戦争の危機感が大変高まってる。で、それは実は客観的に無理からぬところもあってね。で、その中でどうしていくかっていうときに、なんていうか、力を持って対抗するという流れで今、メインストリームの議論が進んでいるわけですね。なんだけれども、それは一種、ある言い方をすれば、戦争を避けたければ戦争に備えよという、そういう方向性の政策が打たれようとしている。しかし、もう一方で、戦争をどうやって回避するかという議論が、ほとんど見られない。メディアも、それから議会でもですね。そこに私はもうずっとこう、違和感を感じてきているわけです。そこでちょっと品のない表題ですけれど、まさに中身はともあれ、戦争回避という言葉を皆さんに、批判的な受け止めにせよね、記憶に残していただければいいなという思いで、こういう表題にしているところです。で、提言の中身はもう、これはもう本当に全体短い文章ですから、後でお読みいただきたいと思いますが、私の方からは実はこの概要版というか、提言の箇条書きのところでは論理が必ずしも伝わりにくいところがあるんで、こういう考え方に至った、その論理をご説明したいと思います。まず最初の項目は、戦争の危機の時代における政治の課題ということにしています。で、もう今、本当に戦争の危機の時代というか、あるいは戦争の危機が、身近に感じられる時代になっていると私は思っています。だから今、そういうことはないよということではなくて、そういう危機、戦争の危機というものを、一つは真正面から受け止めなければいけないだろう。ただ、最初のこの2パラのところのマーカーをつけたところですが、こういうそのウクライナ侵略があり、台湾海峡の緊張があり、北朝鮮のミサイル発射がありということで、やはり戦争の不安が増大していることは間違いないんだと思います。だからこそ、今政府がやろうとしていることは、防衛力の抜本的強化というね、ようなことで、一種戦争に備えて、力を蓄える政策をやろうとしているということだと思うんですね。他方で、我々日常的に報道を通じて見るように、もうウクライナなんかでは、ミサイルから安全な場所はなくて、民間人の犠牲はもう防げないという、こういう現実を目の当たりにしているわけで、そうすると、我々の立脚点としては、ウクライナ戦争から何を捉えるかといえば、なんとか戦争を回避しなければいけないだろうというね、これを一つベースに置かなければいけないんだろうということであります。そこで、この太字部分が実はその提言の箇条書きになっているところですけれども、防衛政策を考えるときに、何よりもこれは当然、国民を戦争から守ること、戦火から守ることなわけですから、どうやってその戦争を回避するかという、そういう対案をその今の政府が出そうとしていることだけではなくて、力ずくだけではなくて、例えば外交で出していくような、そういう政治のその対抗軸というものがあってしかるべきだし、そういう議論を、実は国民もこのままいったら本当にどうなんだろう、防衛費増額やむを得ないよね、敵基地攻撃しょうがないよねという方にだけ今、引きずられてる感はあるんですけど、どうもどこまで行くんだろうというね、疑問とか、
不信感も若干あるはずなんで、でそれに対してしからばそういうものがダメならこうやって戦争を回避するんだというそういうビジョンを示していかなければいけない。それが今政治に問われている大きな課題ではないかというふうに認識をしているわけです。で、ロシアの始めた戦争っていうのは本当に国際秩序を破壊するものでもあるわけですね。だから、ここに今ご覧いただいているそのマーカーの部分ですが、日本は今2つの大きな課題に直面しているんだろう。1つは台湾有事、あるいは台湾有事をはじめとした自分に降りかかる目前の、戦争の危機をどうやって回避するかという課題で、まあ、それだけではじゃあ日本は自分だけ戦争から逃れればいいのかよということにもなりますので、それだけではなくてそのロシアがの戦争が起こしたようなその国際秩序の危機、これをどうやって立て直すかという課題も日本は背負っているということと認識しなければいけないんだと思います。でちょっとスクロールがうまくいかない、はい、そこでウクライナ戦争で、もう一つ私はもう非常に大きなショックを受けているのは実はそのアメリカ、まあ、なぜロシアを止められなかったかというとアメリカがウクライナ防衛のために米軍派遣することを否定したわけですね、まあ、それだと実は抑止は効いてなかったわけですね。しかしそれはアメリカは米軍がロシア軍と戦えば、世界戦争になる危険があるじゃないかということを心配したわけで、まあ、そういうことを政府アメリカ政府も言ってるわけですね。ということはね、その結局大国を抑止しようとすれば世界戦争を覚悟しなければいけないというこういう構図が浮かび上がってくるわけですね。で、その世界戦争が嫌ならば大国の横暴を止めるわけにはいかないのかもしれないというこういう今状況に我々は置かれている。そういう意味でウクライナ戦争が示した戦争の危機っていうのは非常に大きな重たい課題を突きつけているんだろうと。で、世界戦争まで覚悟しなければいけないというと、今まで我々が認識してきた抑止というね、概念そのものが本当にそのまま今でも、生きてるのかどうかという疑問も生じてくるわけですね。で、そういうことを考えると、やはりその抑止ということだけではなくて、戦争回避ということを安全保障の目標にしなければいけないだろう。まあ、その中に一つ抑止という手立てもあるのかもしれないけれど、それを超えた戦争回避という大きなその包みの中で考えていかなければいけないんだろうというふうに思いました。そこでその、台湾有事のことを考えていくんですけれども、その戦争は、まあ、ロシアの戦争がどういう心理状態で起きたかといえば、ごく単純化して言えば、勝利を楽観したわけです、ロシアはね。で、一方でそのこれを話し合いによって将来解決するということは考えなかったわけですね。それは外交による解決についてはもう悲観的だったという、この、戦争への楽観と外交への悲観というのが、その戦争を起こした心理状態であったと思うわけですが、だとすると一方で我々も大国が戦争を楽観視しないための抵抗力というものはやはり持ってなきゃいけない。だから一般的に我々は防衛努力を否定するものではないわけです。だけれども、一方でその戦争をしなくても外交でなんとか解決する道があるんだということを提示して、そういう柔軟性を持ったその外交を背景として続けていかなければね、やはり戦争を防ぐ決定打にはならないんだろうということを考えているわけですね。そこで、次のところに行かせていただきますが、台湾の問題を置き換えて考えてみると、台湾っていうのは本当に米中対立の今焦点になっている。それは民主主義対専制主義というイデオロギー的対立でもあって、なかなか容易にお互いに引けない、そういう
対立なわけですから、これは本当に対応を間違えれば戦争になる種なんだと思っています。でそこでその台湾有事が心配だ、台湾有事が日本有事になるじゃないかという議論があるわけですけれども、しかしながらなぜ日本有事になるかといえば、台湾有事っていうのはまず第一義的に大陸の中国と台湾の国民政府の間の戦争なんですね。そこにアメリカが軍事的に防衛という形で入ってくることで、今度は中国とアメリカの戦争になるわけです。でその場合にアメリカは当然日本の協力支援が必要になるわけですね。日本の基地を使うとかね、あるいは自衛隊が協力するとかいう形で日本の支援が必要になる。でそれで日本が支援をするから、だから日本有事になるということなんであって、でそれが嫌だからといって、じゃあアメリカに協力しないということになれば、今度はもうずっと日本外交のベースであった日米同盟が破綻してしまうということは当然心配されるわけですね。その無条件でアメリカに協力をする、アメリカを支援する形で米中戦争に巻き込まれるのか、それとも、それ米中戦争に巻き込まれたくないからといってね、アメリカへの協力を断って日米同盟の破綻を招くのかという、これはもう本当に究極の選択を迫られるという問題になるのであって、だからよく今の岸田総理も以前から言われているように、いざ、まあ、外交で頑張るけれども、いざそのことが起きたら安全保障関連法に従って対応するんだという、そういうその なんかこうマニュアルのようなね、対応すればいいっていう話ではなくて、本当にこの二者択一を迫られないようにしなければいけないだろう。だとすると、今から戦争回避の展望を持った外交を展開しなければいけないだろうというのが、基本的なその私たちの論理であります。で、そこでじゃあどういう外交ができるんだいっていうことに当然なるわけなんですね。そこで改めてここで抑止と安心供与という2つの概念について、説明をしています。で、まあ、安心供与っていう、まあ、外交でなんとかしようっていうのは非常にこう弱腰に聞こえるかもしれないけれど、しかしこの安心供与って何かというと、妥協することではなくて、お互いに相互のレッドラインを正しく認識し合って、そこをお互いに抑制的に扱うことなんですね。いろんなそのイデオロギー対立の焦点だとさっき言いました、米中のね。でそれでそのイデオロギーの鎧を着てレトリックでいろいろその膨らんだ主張同士をぶつけ合えば簡単にその摩擦が起きるわけですけれども、そうじゃなくて、相手の本当に最低限の要求というものをちゃんと認識するということ、それを見出していく外交の一種のアートのようなものだと思うんですね。こういう本当に、なんていうか、アクティブで、視野の広い外交が今求められている。そしてそれは決して不可能ではないんだろうというふうに、私たちは思っております。で、まあ、もうちょっとそこを具体的に、台湾を次のウクライナにしないためにというところで述べていますけれども、まあ、ロシアの場合、まあ、冒頭にはロシアについて本当にこの安心供与ができたのかというと、ちょっとそこはもう少し研究しないと何とも言えない。少なくとも、東部と南部ウクライナはもともと俺のもんだというのがロシアの最低の要求だとするとね、そこはとてもその主権の原則に反することだから安心供与の余地はなかったとしか言いようがないんですが、しかし一方で台湾をめぐるその米中対の思惑というのは、ちょっと違う側面があるだろうということですね。で中国は何と言ってるかといえば、外国の干渉とか、あるいはその台湾独立勢力がに対する武力行使は放棄しないということをこの間の党大会で習近平も言ったわけですね。でアメリカは、まあ、バイデンが何度も
を言ってますけど、中国が武力行使をすれば、アメリカは台湾を防衛、する、あるいはするかもしれない、少なくとも支援をするという立場であるわけです。で、当の台湾は、もう今更中国と統一するということは全く望んでないと思いますけれども、しかしながら独立宣言をあえてしようとも思っていないということですね。そして、まあ、そういう意味でそれぞれ、意味内容は異なるけれども、それぞれに今現状維持が最低限の、要求ラインとして、その3者で、まあ、ある意味共有されているんだろうと思っています。で、同時に、いずれの当事者、米中対いずれの当事者も戦争になることを望んでいないし、あるいは客観的に少なくとも戦争をやっても誰の得にもならないという客観的な状況もあるわけで、ここにその安心供与というものが成立する余地が私は十分あるんだろう。そこを日本としてもうまく使って戦争回避の外交ができるのではないかということを述べているわけですね。で、ここの今ご覧いただいているところですが、例えばその、やはりアメリカに対しては日本の協力というものが不可欠ですから、その台湾有事に対するもうアメリカが何やってもいいよということではないと、事前協議にいつでもイエスというわけではないよということをテコにしながらね、あんまりやりすぎないようにという形で説得することもできる。そしてその台湾に対しては、まあ、台湾に同情はするんです、我々ね。同情するけれど、しかし今その、なんて言うんでしょう、過激な独立のような動きをしなくてもね、それは我々も気持ちは一緒で、ずっとその寄り添っていくよというようなことで、過度な分離独立の流れに対する、なんていうか、をいさめるようなことはできるんだろう。そして、中国に対しては、その武力を行使したって何にも目的達成にならないし、国際世論から孤立して、かえって中国のためにならないと。であるいは、それでもやるんだったら、日本だってアメリカと協力しなきゃしょうがなくなるよと。いうようなことをね、それぞれ3者に対して言っていくことは当然できる。そしてそれは2枚舌3枚舌ということではなくてね、戦争を防ぎたいという日本の何て言うんでしょう、本当に本音ですからね、それなりに説得力は出てくるのではないか。こういう外交方針が全く見えないままに勇ましい議論ばっかりなされているところに、本当に私は危惧を覚えてならないんですね。で、ここに書きましたように、台湾有事っていうのは運命なんだと、もう日本は逃れられないんだっていうことじゃなくてね、まさにそれをどうやって止めるかという可能性がある限りは、それをとことん追求するんだという、そういう政治を求めたいと思っています。で、一言その敵基地攻撃論について、ここでまあ触れています。これはあの力による抑止の議論の、まあ、一番なんていうか、代表的なというか、まあ、これあの一番大きなあの政策の転換点だと思うので、取り上げてるんですけども、あの敵基地攻撃論を正当化する議論というのは、抑止力でありミサイル防衛という対処力として説明されているんですが、抑止という観点から見ると、本当にその相手がそれは困った、これじゃダメだなと諦めるぐらいの反撃力を持たなければいけないわけですね。そんなことが本当に日本にできるんでしょうかっていうことをきちんと考えなければいけない。多分私はあの、軍事大国相手にそんなことはできないだろうと思っています。それからその対処力ということ、ミサイル防衛の対処力という観点で言えば、まあ、確かにその敵基地攻撃すれば、その基地から発射されるはずであったミサイルは防ぐことはできるんだけど、まあ、これだって全部の基地を叩かなければ、残ったミサイルはむしろ確実にその報復のために飛んでくると考えなければいけない。そうだとすると、実はこれ今の、 あの報道も含めてなされている議論の中で全く欠けているんですが、実は一番大事なことは相手の基地を攻撃するかどうかじゃなくて、その後の
相手の第2撃にどうこちらが耐えられるかということが一番ポイントになるはずなのに、まあ、そういう議論もないわけですね。さらに言えば、敵基地というのは相手国の本土にあるわけですから、まあまあ、いかにそのどうやってその攻撃着手を認定するかっていう、まあ、私はとても無理だと思いますが、いずれにしたってこの日本側の敵基地攻撃という行為は相手国本土に対する攻撃ということになる。それは相手の反撃を招いて確実に戦争を拡大するということにもなる。そういうミサイルの撃ち合いまで考えなければいけないわけですね。そういうことを考えると、今のこの技術の時代に自衛隊が足の長いミサイルを持ってはいけないということはとても言えないと我々思っています。ただであるがゆえに、その運用の指針は慎重でなければならないのであって、その抑止としても対処としてもね、十分な説明ができないような状態の敵基地攻撃能力の保有というのを政策として言っていくことについて、ここでは反対する、という立場、愚策であるというふうに述べております。さて、そこで、でこれはそういう議論ばっかりがなされてるんですが、やはりそのもっと大枠として、そういうなんていうか、どうやって着手を認定するんだとかいうことを、そういう技術論だけではなくてね、そのどういう外交を展開するんだ、そういう外交にとって、こういう防衛力の運用の仕方を宣言することが役に立つのか有害なのかというね、そういう判断をしていかなければいけない。まず何といっても外交戦略を軸にして考えていかなければいけないんじゃないかということを提言しています。で、次に述べているのは、今の点も含めてなんですが、戦争のリアリティが本当に日本の政治メディアにあるんだろうかという、今の議論を見てるとですね、そういうことを述べています。で、特に沖縄なんかでも、日米の演習なんかを契機にしてね、特にまた中国が8月に行った、ミサイル演習なんかを契機にして、やはり沖縄がまず標的になるんだよねというね、心配もあるわけですね。なんだけれど、実際にそういう戦争になれば、その沖縄だけではない、で沖縄の離島から、避難するといったってね、その逃げてくる本島だって、沖縄本島だって対象になるし、あるいは米軍がいる日本本土だってミサイル攻撃の対象になってくる。では それをどう、それに対してどう住民を守っていくのかということがまず論じられなければいけないんだけれど、そこがほとんど議論になってないわけですね。例えばそのシェルターを作るという議論もありますけれど、その、シェルターシェルターだって全員分なんかできないんですね。結局そのシェルターを作るっていうことは、誰を保護して誰を保護しないかという その、よりわけの議論でもあるのでね、非常にこれは難しい問題なんです。同時に仮にシェルターを作ったとしてね、その J アラートなんてね、間に合わないです。着弾の仮に1分前に J アラートが鳴ってね、で避難してくださいと言ったって、本当に そんなことが1分とか何十秒という時間でなんてとってもできないわけですね。でそういうことが無理であるのであれば、やはりその国民の命を守るために、島民を避難させるとかシェルターを作るとかではなくて、そもそもそういうミサイルが飛んでくるような戦争を回避しなければ国民の命は 100% 守れないんだということをまず認識しなければいけないだろうということを述べております。それから同時に、今の日本の議論の中では、防衛費の財源をどうするかとかね、あるいは民間の協力のような議論があるけれど、しかし問題はそういうそのもう情勢が緊迫して戦争になるような時に、貿易に与える影響とか日本経済に与える影響が全く議論されてないんですね。戦争っていうのはもう確実に犠牲を伴うことですから、そういうそのリスクなりコストなりをきちんと
認識しながら議論をしないと、どうしても地に足のついたものにはならないんだろうと思っています。でそういうことを最後の部分ですけど、やはり戦争の被害を予測して、それを国民と共有して、国民に覚悟を求める、本当に戦争に備えるのであれば、そういうその真摯な政治の姿勢がなければ、いざという時に本当に国民はついてこないだろうということを危惧しています。それからその、今の一番のポイントは、その米中という大国間の戦争をどう防ぐかということが問われているので、でそれがなければね、国民の安全を維持することはやはりできないんだということで、そうすると大国間の戦争をどうやって、止めていったらいいのかっていうのは、実は、冷戦期から今日まで日本が今まで考えたことがない、それはアメリカ任せの部分だったわけですね。そこが今日本として主体的に行動する、その主体的に考えて答えを出していくことが求められている。そういう意味で私たちは今やはり日本の安全保障政策の大きな転換点にあるんだろうと思います。それは勇ましいことを言ってるだけで解決するような、そんな単純な問題ではないということを訴えたいと思っております。ちょっと長くなりましたが、私からのプレゼンは以上です。ありがとうございました。